今回はトランジスタを使った低電流回路を紹介していきます。まずはじめにこんな感じの回路を見ていきます。この回路はシンプルに電源と LED と抵抗が直列につながったものなんですけど、この回路に流れる電流はこの式で求められるんですけど、ここに流れる電流は LED の電圧効果はだいたい一定で、まあ、例えば 2V ぐらいなんですけど、そうするともうこの電流は電源電圧のみに依存して上限するんで、例えば電源電圧を変化させるとここに流れる電流も比例して増えたり減ったりします。例えばこんな感じで定数を与えてやると、ここに流れる電流は 3mA となります。では実際に動作を見ていきます。こっちのテスターが電源電圧で、こっちのテスターが電流になっています。では電圧を徐々に上げていきます。はい、だいたい 2V 近くになると LED が初めてつくようになります。そして電圧を徐々に上げていきます。電流も増えてますね。それでだいたい電源電圧が 5V ぐらいになると、先ほど求めた 3mA の式にだいたい同じぐらいになりますね。そしてまだ電源電圧を上げていきます。この式の通り電源電圧のみに比例して電流が増えていきます。はい、こんな感じになります。これが今の回路の動作をグラフにしたものです。左が抵抗1キロオームの抵抗と LED の直列回路になっています。右が抵抗1キロオームのみの回路になっています。こちらは一応参考までに見てください。左の回路で説明していくと、まず電源電圧が徐々に上がっていき、2V ぐらいになると初めて LED に電流が流れ始めます。そしてそれ以降電圧を上げていくと、もう線形的に電流が増えていきますね。これは LED にかかる順方向電圧 VF がだいたい 2V 固定なので、あとはもう電源電圧に比例して電流が増加していくといったグラフになります。しかし今の抵抗を使った回路だと、電源が変動すると流れる電流も変化してしまうため低電流動作となりません。例えば電源に電池を使った場合は、電池を使っていくと次第に電圧が落ちていくため流れる電流も減っていきます。そして LED も暗くなっていくので、ダメですね。そこで低電流ダイオード CRD を使った回路をちょっと見ていきます。まずこんな回路を見てみるんですけど、先に CRD の特性についてなんですけど、CRD の両端に型特性電圧 VK という電圧を引火すると、流れる低電流の IP の 80% の電流が流れるという特性を持ちます。なので電源 E は適当に決めることはできず、この CRD の両端に最低でも VK の電圧がかかるように電源を設定しなければいけません。そしてこのような不等式をちょっと見ていきます。この CRD の両端の VCRD にかける電圧は型特性電圧 VK よりは大きくなければいけません。そしてこの VCRD は電源 E-LED の電圧効果の VF を引いたもので求められるので、このような不等式になります。そしてこれを電源について見ていくと、こうなります。これが電源の条件ですね。実際にこのような定数を与えてみると、低電流値を IP とします。これが例えば 10mA とします。そして型特性電圧 VK は 3.5V だったとします。この時に流れる電流がこの IP10mA の約 80% ですね。これはデータシートに書いているので、それを参照すればいいと思います。 LED の電圧効果は 2V とします。そうすると電源の範囲は 5.5V 以上でなければ低電流動作をしないということがわかります。当然この 10mA、 3.5V というものは誤差があるので、それぞれ測って特性を見てみて定数は決定してみるのがいいかと思います。では先ほどの条件で回路を組んでみたので動作を見ていきます。このテスターが電源電圧、こいつが流れてる電流、これが CRD の両端の電圧を表しています。そして本当にさっきの式の電源が 5.5V 以上でやっと低電流動作に入るのかどうかをちょっと実験してみます。電源を入れていきます。はじめは 1.2V ぐらいなんですが、まだこれでは LED はつきません。そして徐々に電圧を上げていきます。はい、LED がつきましたね。そしてまた上げていきます。だいたいこの電圧になると低電流になるはずです。ここを見といてください。はい、だいたい電源が約 5.5V になりました。
そして流れている電流は 9mA です。まあ、だいたいこれから低電流を始めるといった形ですかね。また電圧を上げていきます。ですので、これ以上はあまり上がらないはずです。ですね。今 9V、10V、11、12、まあ、約 13V にしたんですが、流れている電流は 10mA ぐらいです。そしてこの電流を見てみるとちょっとわかると思うんですけど、徐々に電流が減っています。これは CRD の特性で、CRD の温度が上がると流れる電流が減少していくといった特性があるので、このような数値になります。ではこれが今の動作のグラフになります。左が今組んだ回路になっていまして、右が CRD のみの回路になっています。今実験してみた回路を見ていくと、まず電源電圧が 2V ぐらいを超え始めると、こう電流が流れていくんですが、さっきの抵抗を使った回路だと、こう線形的にオームの法則に従って増加していくんですが、CRD を使った回路だと、ここは非線形な動作になります。そしてこのようにぐーっと電流が増加していき、やがて一定値に収まります。今回は 10mA の製品を選んだので、このようになります。そしてこれを見ていくと、だいたい 9V ぐらいの電源電圧をかけると、低電流値になることがわかります。それと、右の CRD のみの方をちょっと見ていくと、この場合だいたいですけど、5V ぐらいをかけると、10mA 流れることがわかります。それ以上電圧を上げても、まあ変わりませんね。これはどちらも同じです。そしてさっき説明した、型特性電圧 VK なんですけど、このグラフで見ていくと、10mA の 80% なので、8mA ですね。ここをちょっと見ていくと、まあ大体 2.5V ぐらいをかければ、このようになりますね。このようにさっき紹介した 3.5V とはちょっと、ズレがあるんですが、まあこれは個体差でしょうがないことなんですけど、まあそれぞれ、使うときに、実験してみて使ってみるのもいいかもしれません。では NPN トランジスタを使用した低電流回路を紹介していきます。回路の構成はこんな風になってるんですけど、抵抗2つと NPN トランジスタ2つで構成されています。使い方としては吸い込みで使うので、例えば電源と LED を直列につないで電流を流したりします。そして回路の動作を大まかに見ていきます。まず電源からこちらのトランジスタがオフになっていると考えて、電源からこちらへは流れず、こちらに電流が流れます。すると、コレクタ間、エミッタ間が導通し、こちらの抵抗へ電流が流れ始めます。そして次第にここの電圧が上がっていき、トランジスタの動作電圧約 0.7V に達します。この変化はとても一瞬です。すると、ここのトランジスタがオンになるので、こちらへ取られていた電流は、こちらへ流れ始めます。すると、こちらのトランジスタがオフになるので、コレクタ間、エミッタ間が、もう当然オフになり電流が流れなくなるので、こちらの電圧が落ちていきます。そうするとここのトランジスタが次はオフになるので、こちらへ取られていた電流はこちらへ流れ始めます。このように振動していき、次第には一定の値に収束していきます。最後にここの収束した後の電圧は当然このトランジスタの VBE の電圧になります。そしてこの回路を解いていくのにいくつか条件を見ていくんですけど、まずここですね、 I2 はこちらへ分流した IB1 とこちらへ分流した ICE2 を足したものに等しくなります。これを ① とします。そしてここの IB1 は ICE1 を HFE で割ったものと等しくなります。そして ICE2 は IB2 に HFE をかけたものと等しくなります。これはトランジスタの常識的な特性ですね。そしてこれをそれぞれ1に代入して、IB2 について解いていくと、こちらの式になります。これが丸2番です。そしてこちらの3番なんですが、合流と分流が等しいという条件なんですが、こちらの ICE1 とこう流れてきた IB1 を足したものはここになりますよね。そしてこちらからまた分流した、I1 と IB2 を合計したものは等しくなります。これが3番です。そして先ほど紹介した IB1 は ICE1 を HFE で割ったものになるので、これを ③ に代入して、ICE1 について解くと、こちらの式になります。これが ④ とします。そしてこの ④ を ④ に ② を代入して、だから IB2 をこちらに代入して ICE1 について解くと、こちらの式になります。
そして HFE が大きい値なので、基本的に。そうして仮定すると、こちらは1、こちらは0になります。そしてその式を解いていくと、この ICE1 ですから、ここの低電流値ですね。低電流値は、こちらの R1 分の、VF の式になります。これは補足なんですが、ここの HFE が大きいと、ここが大体1、ここが大体0になるというのは直感的にわかると思うんですが、これを数式的に説明していくと、こちらの分子とこちらの分母、こちらの分子と分母をそれぞれ HFE の3乗で割っていきます。それぞれですね。そうすると、こんな感じの式になります。そして、ここは0、0、0、0、0、0、0、0、0になるので、ICE1 は、こうなりますね。そして解くと、先ほど紹介した R1 分の VF となります。では今の回路に、このように LED を追加して動作を見ていきます。今この LED には低電流値 10mA が流れるように、ここの抵抗を調節して設定しています。そしてこのテスターには電源電圧、このテスターはトランジスタのベース電圧 VF2、このテスターは LED に流れる低電流値 ICE1 を表示させています。では動作を見ていきます。最初は 1.2V ぐらいですね。ここから電圧を上げていきます。はい、今だいたい電源が 3V になったんですけど、もうこの時にほとんど 10mA 流れてるので、だいたい 3V ぐらいから低電流動作をし始めます。またさらに電圧を上げていきます。はい、ここからどんどん電圧を上げていっても、これベース電圧と、コレクタ、間エミッタ間電流はほとんど変化しません。なので低電流となることがわかります。はい、今 13V ぐらいまで上げたんですけど、10.4mA ですね。このような動作がトランジスタの低電流回路の動作となります。これが今の動作のグラフです。左が今の回路で、右が低電流回路のみになっています。今の回路を見ていくと、電源電圧が 2V を超えたあたりから、先ほどの CRD と比べ、急に電流が増加していき、だいたい 3.5V ぐらいから低電流動作に入ることがわかります。それから電圧を上げていくと、若干増えはするんですけど、だいたい低電流で収まっています。このように、低電流回路を組むと CRD の時と比べ、必要な電圧が低くて済むので、回路の応用の幅が広がります。今の回路は NPN トランジスタを使った低電流回路なんですけど、これは、LED に電流を流し込みで使用するものなんですが、これを例えば吐き出し型で使いたい場合は、このように、PNP トランジスタで構成することもできます。この場合は吐き出し型なので、LED はこのようにつけることができます。そして数式的に見ても、先ほどとほとんど同じです。例えばちょっと見ていくと、ここは近似的に決めたものなんですけど、この I2 は、ここですね、ここに流れる電流は、このトランジスタに流れる IB1 と、ここに流れる IEC2 が合流したものと等しくなります。そして同じように解いていくとこうなります。そしてこちらも、先ほどと同じように合流と分流、は等しいという式なんですけど、これもここの I1 は、I1 と、こちらから流れてきた IB2 の合流したものは、ここの IEC1 とこの IB1 に分流したものが、等しいという式になります。そして同じようにやっていくと、この2と4になり、この4に2を代入して、同じように求めていくと同じような式になります。ですから結果的にここのIEC1 ですね。ここの低電流値は、ここの、R1 分の VF という式になります。ここでこの回路を組むときの注意点なんですが、この回路は最初説明した通り、最初減衰振動をしながら、一定の値に収束するので、発信しやすいという特性を持っています。なので、この発信を抑えるために、ここのベース同士に、だいたい1ナノファラットから、1マイクロファラットの積層セラミックコンデンサなどをつけると発信が収まります。それと、PNP トランジスタの場合は、こちらですね、こちらのベース同士につなげると発信が収まります。ここで、今実験したこの回路の改良点について話をします。今の実験で、この電源電圧を変動させると、この LED に流れる電流は大体低電流だったんですが、少し変化していましたね。これの改良点についてなんですが、
ここの式を見ても分かる通り、ここの抵抗は固定値ですね。そしてここの低電流値はトランジスタのベース電圧に直接依存してきます。なのでここを低電圧にしてやればいいんですが、ここでトランジスタの特性について、ベース電流が増えるとベース電圧は大きくなりますし、ベース電流が減るとベース電圧は低くなります。なのでここを低電圧にしたければ、ここの電流を低電流にしてやればいいんですね。ここでまたトランジスタの特性なんですが、このような回路の組み方をした場合、ここのベース電流はこのコレクタ間エミッタ間電流を HFE で割ったものになります。そして逆にここのコレクタ間エミッタ間電流はベース電流に HFE をかけたものになります。こういった感じで、ここが増えるとここも増えるし、ここが減るとここも減る、ここが増えると、ここも増えるし、ここが減るとここも減るといった比例関係になります。なのでここのベース電流を、低電流にしたければ、ここのコレクタ間エミッタ間電流を低電流にしてやればいいんですね。そしてここの式をもう一度見てもらいたいんですが、ここの ICE2 の電流はちょっと式を変形してやると、 I2 引くこの IB の、少ない電流ですね、この IB1 の電流になるので、もう一度言うと、この ICE2 の電流はこの I2 から IB1 を引いたものになるんですね。この IB1 が小さいので、これを無視するとこの I2 と ICE2 は同じになります。なのでここを低電流にしたければ、ここを低電流にしてやればいいんですね。そして出てくるのが先ほどの回路なんですけど、この PNP で作った方の回路ですね、これの吐き出しを使うことになります。ここに低電流を流し込んでやればいいんです。いいので、この吐き出しのここをこの VCC の電源電圧の代わりにつなげてしまえばいいんですね。そうすることによって、ここ低電流ですから、ここにも低電流が流れ、ここに低電流が流れ、ここも低電流すると、ここは低電圧になり、ここの LED には低電流が流れることになります。そしてここの抵抗なんですが、これはここに電流が流れすぎないように、するための制限抵抗だったので、それはもうこちらにつなげてしまったので、こちらで電流が流れすぎないように適切な値に調節してやれば、ここの抵抗をつける必要がありません。ですから省いてしまっても問題ありません。そしてこの2つを合体させたものが、こちらの回路になります。この回路の左上が PNP で作ったもの、右下が NPN で作ったものです。ここがちょっと違うんですが、これは、書きやすくするために左右反転したものなんですね。なので全く同じものです。そしてここのコンデンサは、先ほど話した発信防止のためのコンデンサです。ですからこういったつなぎ方をすれば、ここの吐き出しが低電流になるので、ここに低電流が流れ、低電流が流れ、ここの VF は低電圧になり、結果、この式から分かる通り、ここには低電流が流れることになります。以上が改良点です。では、改良した回路の動作を見ていきます。このテスターが電源電圧、このテスターが LED に流れる低電流、このテスターがトランジスタのベース電圧になっています。そしてこの回路には、この LED に 10mA の低電流が流れるように、ここの抵抗で調節してあります。電源を入れて、最初の電圧が 1.2V ですね、大体。で、LED も消えていますが、ここから徐々に電圧を上げていくと、LED がつく電圧は先ほどの回路と変わりませんね。そしてゆっくり電圧を上げていくと、大体 3V ぐらいで、ここの LED には約 10mA 流れていて、この VF もほとんど低電圧になってるんですね。ここからどんどん上げていっても変化はありません。はい、このまま最後まで振り切ってしまっても、ほとんど変化がありませんね。これが改良した低電流回路になります。これが今の動作のグラフになっています。左が今の回路で、右が、改良後の回路のみになります。この黒いのが改良後、赤いのが改良前になっています。改良後の方を見てみると、電源電圧が上昇しても、電流値はほとんど 10mA 固定で変化がありません。先ほどの改良前の方は、徐々に上昇していたんですが、そういった問題もありませんでした。なので、この改良後の方は簡易的な低電流源を得るときに、十分使えそうですね。それとこれは予想外だったんですが、ここの低電流動作に入りかける電圧なんですが、改良後の方は改良前に比べ若干さらに低い電圧で使用できそうになっていますね。これもちょっと原因はわからないんですが、改良した良かった点です。
今の回路は NPN トランジスタをベースにした吸い込み型の回路です。これを吐き出し型の回路で使いたい場合は PNP トランジスタをベースにすればいいことがわかります。それは先ほど説明したこの PNP トランジスタを使った低電流回路を使います。この式から見てわかる通り、ここに流れる低電流の値はトランジスタのベース電圧に依存するので、これはさっき説明したのと同じことなんですけど、ここを低電圧にするにはここを低電流にすればいいことがわかります。ということはここを低電流にする、それはここを低電流にするということなので、例えばこのグラウンドの代わりに、吸い込み型の低電流回路をつけてやれば、ここの I2 は低電流として この下の回路に吸い込まれていきます。その回路はその前に説明したこの NPN トランジスタで作った回路になります。つなぎ方なんですが、ここのグラウンドの代わりにここをつなげてやればいいです。そしてその時にここの制限抵抗なんですが、これはこちらに流れる回路をここの抵抗で、ちょうどいい値に調節してやれば、ここの制限抵抗はいりません。そうすればここには、この式の通り低電流が流れることがわかります。この2つをくっつけたものが、こちらの回路になります。これが吐き出し型のPNP をベースにした回路ですね。これはこの、PNP の、こちらが低電流なので、ここも低電流、ベース電流も低電流ということは、このベース電圧も低電圧になるので、この式の通り、ここには低電流が流れることがわかります。これを先ほどの NPN の方と比べてみても、似たり寄ったりの回路なんですけど、こういった使い分けができます。以上が PNP トランジスタとNPN トランジスタを使った低電流回路の、改良した回路になります。最後に今回の回路もモジュール化してみました。今回の回路もまだいろいろと問題点があります。例えば周囲の温度が上昇したりするとトランジスタのベース電圧が下がる影響で低電流値も小さくなってしまったりします。そんな時はオペアンプなどを使えばもっと高精度で温度変化にも強いものが作れたりするんですけど、今回みたいに簡単に手軽に低電流源が必要な場合はこんな回路で十分じゃないかなと思います。今回は長くなったんですが、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。